いろんな規模感の仕事やってると思うんですけど、実際、はい、ソニーのカメラの素材って来るとしたら どのカメラが多いですか。来るとしたらやっぱそのベニス2とかっていうところ。見てないあいつ。いや俺ここで別のインタビューしとったから。見てないんですよ。じゃあ俺ここで別のインタビューしてたから、ちゃんと認識してほしい。悪いやつ。まあ多分 FX30 買う方って今後ちゃんと映像作っていきたい、うん、週4本ぐらいシネマティック Vlog 上げてもらって無理やって。いいよ全然ウェディさんだってやっぱ、うん、この今こうやって CP プラスでバチバチ誰よりも一番忙しいじゃないですか。それもやっぱこう YouTube をきっかけに、うん、まあまあそうアイス食べてたけどねずっとでもそれができてるのもソニーさんあってこそなので、うん、はい、ソニーさん素晴らしい。顔バキバキやった先月じゃないよ、今月だよ。今月撮ってきた。それはもうソニーさんに言ってもらっていいですかその、ね、僕今いいこと言った。いやめちゃくちゃいいよ。マジ。はい、ありがとうございます。はい、どうもミリオネアのウィディです。はい、マジでそうとか言ってもった。ミリオネアのウィディです。よろしくお願いします。というわけで今回は、まあ、よろしくお願いします。2日目最後ですね。映像ディレクターの市川亮さんと、そしてアートンフィルムからカラリストのサキトシ。サキトシで大丈夫？まあまあいいんじゃないですか。サキト君で、サキト君に来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。登壇お願いします。登壇お疲れ様でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ここはもう正直ごめんなさい。結構あの普段からよく喋るので、もうちょっとラフにねやらせてもらおうかなと思うんですけれども、今回まあ CP プラスの2日目になるんですけれども、まあ割と FX3 でなんかその色作っていくみたいな話。あんま FX3 関係なかったよね。関係なかった。普通にやっちゃいました。これすげえめんどくせえわこれ。確かにね。もうちょっと考えてくれよ主にざっくりでいいんで、なんとなく話したことっていうのをちょっと教えていただいていいですか。クライアントワークにおける色の考え方っていうテーマ。そう、その普段ウェディとかやってるような、その自分一人でやってることっていうよりは、その商材とか人とか、なんかそのリアルに撮ったものに対してどういうフローでクライアントワークだとやってますみたいな話を今日は35分ぐらいやりました、うん、はい。まあ、多分視聴者の方で、まあ、分からない方もいると思うんですけど、ちなみにカラリストっていうのは、まあ、具体的にはどういうお仕事をされてる方になるんですか。カラーグレーディングをやる人です。もうの専門ね、プロね。専門です。しかやらない人です、ね。しかやらないカラーグレーディングしかやらない人、うん、の中のアートンフィルムっていうね、もうすごいところでございますけど、でやっております。いろんな規模感の仕事やってると思うんですけど、実際、はい、ソニーのカメラの素材って来るとしたら どのカメラが多いですか。来るとしたらやっぱそのベニス2とかが多くて、次に、まあ、FX6、9、うん、まあでも FX3 も全然来る、来ますな。なんていうんだ、 FX3 がメインっていうよりは、まあ、サブ機として来る方が一応多いんですけど、まあ、たまにメインでも来ます。なるほどね。でちょっと映像ディレクターの市川君に聞きたいんですけど、例えばじゃあ FX3 っていう一応今回テーマがあったんですけど、 FX3 を現場で起用する時っていうのはどういう時に起用するします。その話は昔ウェディの YouTube でしたので、それをご覧ください。そうね、でも俺もサブ機が多くて、うん、一番やっぱ機動性が求められる時かなと思ってて、うん、まあなんだろう、例えば、うん、メインカメラは他社のメーカーのものを使って、うん、そうじゃない時、なんかジンバルに乗せるのだけ FX3 とか、なんかそういうのは結構多いかなとは思ってる。カラーグレーディングで例えばその FX3 じゃなくても、まあ、ソニーのベニスとかでもいいんですけど、実際例えば具体的な映画の名前とか言っちゃうとあれなんで、例えばネットフリックスとか、まあ、全国上映するやつとか、まあ、どんなものが多いですか。ソニーで来るやつで実際全国上映とかネットフリックス規模ありますか。 あります全然。全然。でもサブ機でも FX3 使ってたりするもんね。うーん、 FX3 がメインで、メインではないですね、なかなかないけど、うん、まあ、来月、今月、来週か、来週グレーディング入るんだけど、うん、来週グレーディング入るんですけど。何それ急にそれの絵とかもサブ機 FX で映画館で流れるやつだから、うん、そういうのとかもあるよね。さきとし的にはどうなあのグレーディングしやすいソニーのもう全般でもいいんだけど。ソニー全般。あー、まあ、うん、ベニスとかはやっぱり格が違うというか、なんか素直に色が出るし、会長も全部出てる
イメージですね。まあ FX3 とかと比べちゃうとやっぱあれですけど、まあ、FX3 も結構優秀なんで、全然色は追い込めます、まあ、プロのカラーリストから見て、じゃあ例えば一般的にそれこそ自分たちで小規模でミュージックビデオ作ってますであったりとか、まあ、そういった制作をしている人は全然 FX3 で追い込めます。追い込めます。あ、多分いろんな機材買うよりそれを使い込んだ方がいい色になるんじゃないかって思いますね。なるほどね。そう、なんか来る時も喋ってたのが、FX3 にできないことってなんだろうって話をしてて、まあ、色においてね、やっぱ重い絵を作ることぐらいしか見当たらなかった。あ、それ以外がもう欠点ないみたいな。それ以外はやろうと思えば、もちろんそのやり方いろいろあるから、あれだけど、やろうと思えば全部できる、けど重い絵だけはどうしてもっていうところぐらいだなっていう。はい、結構だから今日ね、いろんな方あの登壇されてたと思うんですけど、その中でもちょっとね、より実践的というか、まあちょっと難しいラインに踏み込んだ、まあ話をしたテーマ感を持った2人やと思ったんですけど、どうでした今日の反応というか。かなりの数見てましたよね。えらい人気もんで思って。分かんない、他の見てなくて、あの結構ギリギリ到着したんで、まだ全然見れてないまま上でに呼び出されてここにいるんですけど、まあ、言い方なソニーに呼び出されたって言ってくれてでも分かんどうなんだろう、普段の話をずっとしてたって感じだもんね。俺もちゃんと見たよ、あのモニターの向き変えてもらっていいですかって言ってたとこ。そこだけ見てたんですよっていうところ。見てないんだあいつは。いや俺ここで別のインタビューしとったから。そうなんだ、見てないんですよ。じゃあ俺ここで別のインタビューしてたから、ちゃんと認識してほしい。悪いやつあいつ悪いやつ、この感じでやってんの君らだけやから。まあ今日限りですもんね、お二人に関してはもう終わりですもんね。どういうこと、我々の関係が絶好ってこと最悪じゃん、やめてよそういうこと。言っとくけどこれ俺の Vlog じゃないからな本当にやめてこれ俺の Vlog じゃないから。はい、まあそんな感じで、まあ、お二人今日一日ね喋っていただいたんですけれども、まあここからぜひね、まあ、市川亮君も YouTube で普段ちょっとまあテーマ的には難しい部分にはなるけど発信してたりとかもするので、まあぜひそちら見ていただいてですね、お二人がちょっとねカラーグレーディングについてちょっと前の動画になるけど喋ってる、その、俺さ、だからあそこからさだいぶさお互い進化したじゃん。あ、最新版やってよ。でだからグレーディングのやり方とかはなんかもはやそんなに俺は興味ないからあれだけど、色の考え方についての話を取りたいなと思ってるんですけど。ちょっと新しいのじゃあまあ出るので市川亮君のチャンネル多分出ると思うので。なんかね、結構俺自身もさ変わったからあそこから、1年でね、1年ぐらい前かも。そうそうそう、確かに。俺やっぱ個人的にはマジな話、あの市川亮プリセットが出たじゃないですか、ラット。ラットがね、あの無料でダウンロードできるようになってるので。ソニーのなんだっけ、カラーオブシネマっていうサイトで、市川ラットが、7個ぐらい配布が始まったので、ぜひ、まあ、でもベースラットでしかないので、そこから、いろんなことを調整しないとよくはならないんだけど、普段使っているそのベースの色みたいなものはそれで再現できるようになっているので、ぜひベースラットとしてお使いいただけたら大変ありがたく思っております。はい、というわけでぜひそちらもチェックしていただいて、またお二人のね新しい進化した状態の、まあそういったちょっと今回の話の延長線みたいなのも YouTube で出るの楽しみにしてますので、これからもぜひよろしくお願いします。というわけで今回市川亮さんとさきとしに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもミリオネアのウェディです。そしてリンさん来ていただきました、はい、よろしくお願いします。はじめまして。はじめましてです。お願いします。やっと会えたって感じですよマジで。これなんでこれ撮ってるかって言ったら CP プラス、まあ、2024もちろん登壇された方にここ来ていただいてるんですけれども、要は登壇して、まあ、皆さん楽しんでいただいてる会場の方はそうなんですけど、はい、ただやっぱり CP プラス来たかったけどちょっと遠くて来れないよみたいな方も、まあ、たくさんおられると思いますので、はい、もしよかったら今日ちょっとどんなことを話したのかっていうのだけちらっと皆さんに教えていただけると嬉しいなと思っております。はい、僕は、カメラは FX30、はい、で、まあ僕の YouTube の中で一番再生されている動画が FX30 の動画で、
で、はい、あのバリのインドネシアの動画なんですけど、うん、僕も見ましたね、あれ。本当ですか？あ、マジで見ました。本当ですか？いや、マジめっちゃおすすめ流れてくるめっちゃおすすめ流れてきたから、あれ。あ、そうなんですか、うん、その30万再生ぐらい今されてて、一番僕の YouTube チャンネルで再生されてて、多分それが多分ソニーさんも気に入ってるのか分かんないですけど、FX30 でいこう。なんていうトゲある言い方ですそう、その FX30 を使って、はい、まあ、FX30、まあ、FX3 もそうですけど S3 もそうですけど、はい、まあ、あのいろんな、手ぶれ補正が綺麗だったりするじゃないですか、アクティブモードにすれば。そうですね、だったり、まあ、タッチトラッキングとかも使ったり、普段そういったもので撮影したりするんで、まあ、それを2つ、手ぶれ補正とアクティブトラックを使ったカメラワークを、実践みたいな感じでやるみたいな、やりました。なるほど。そのまあ、なんていうんやろうな、一応ガチプロクリエイターになるじゃないですか。はい、でそれで、まあ、なんとなくやっぱり皆さんの印象的に住み分けで考えると、やっぱりあ、ガチプロやけど FX3 じゃなくて30の方なんやっていう方も多分いると思ってて、はい、逆にこの FX3 のことって昨日も例えば、まあ、ボイ君とか来てくれてて、それこそ、はいはい、まあ、すごい語ってくれたんですけど、あのリン君の視点で FX30 の魅力って何かあります？まあ、一番はやっぱり値段。あ、なるほどね、価格。まあ、やっぱり一番最初の、まあ、FX30 の、 あのソニーの中での立ち位置ってやっぱりそのビギナー向けだと思ってて、ビギナー向けでこれからもうちょっとかっこいい表現だったりとか、ガチで、映像制作していきたいみたいな人たち向けのスタンダードなシネマラインのカメラだと思うんで、やっぱりそこの層の人たちってやっぱり最初からお金があるわけではない。まあ、そうですね、学生の方だったりとかだったりするんで、うん、まあ、そういったところを見たら一番値段が、なんていうんですか、ポイントかなと思うし、うん、まあ、その値段でなんか、まあ、APS-C というところはあるんですけど、うん、それでも同じシネギアだったりとか、うん、アクティブモードだったりとか、そういったいろんな機能が使えるんで、うん、まあ、その値段でそれが使えるんだったら、うん、だし出てきた映像も結構綺麗なので。うーん、なるほど。まあ、いわゆるその FX30 とか、まあ、3もそうなんですけど、シネ EI と言われる要は800と、まあ、2500か30は12800なんですか？12800いかなかったけど、いや2500か800か2000、はい、まあ、30は多分デュアルが2500になると思うんですけど、はい、800と2500っていう一番、まあ、ダイナミックレンジが広い状態で撮れるモードを選択できるモードが、はい、まあ、ざっくり言うとシネ EI みたいな感じ で、ね、ログ撮影時に、まあ、一番撮りやすい会場だよっていうところだと思うんですけど、基本的にはもうシネ EI だけを使う感じですか？もうそうですね、 FX3 使う時も FX30 使う時もシネ EI しか撮らない。結構よく聞かれるのが、まあ、もちろん800から例えば1250はあんま使わないなっていう人は多いんですけど、はい、現行する分にどうなんですかって、640、500とかはどうなんですか？そういう場合は使わないですね。拡張ISOになるんかな、一応。はい、それもなんでもう800で合わせて、もう ND フィルターなりで、もう常に一番広いダイナミックレンジでっていうことで。そうですね、まあ、そんなに、ね、最終的なエンドユーザーのまあ、あんまり分かんないですけど、まあ、まあ確かにね、うん、まあ、制作してる身としてはちょっとやっぱり一番綺麗な状態でグレーディングだったり編集したいっていう、ちょっと自分の何て言うんですか、パッションを上げるためにやるみたいなところはあります。なるほど。でもまあこれを今多分見ていただいて、あ、FX30 でもめっちゃプロの人で使ってる人いるんやっていう、ある種安心になると思ってて、やっぱり僕もその FX3 使ってて、まあ YouTube ライブとか僕やったりするんですけど、 FX30 ってどうなんですかってめっちゃ聞かれるんですよ。で FX30 に対する多分、まあ一般的な、なんていうの、興味関心っていうのがめちゃくちゃでかくて、で特に FX30 について皆さんがやっぱ懸念してるというか不安に思ってるのが、やっぱり APS-C やからレンズ、レンズ選びってどうしたらいいのみたいな。レンズって何がいいんだろうで、すごい皆さん悩んでるんで、よかったらディン君おすすめの、はい、まあ、まあ1本でも2本でもいいんですけど、はい、何本かこれ僕基本やっぱ FX30 合うと思いますみたいなレンズがあれば教えていただきたいなと。まあ多分 FX30 買う方って今後ちゃんと映像作っていきたいみたいな人だと思うので、結局あのフルサイズセンサーの方のカメラに映ったりすると思うんですよね。だからそこを見据えたらもういきなりフルサイズセンサー用のレンズ買っちゃってもいいのかなと思うんで、僕の中だと G マスターの、まあ、GM2 か GM2 のラインだったら何でもいいと思いますし、結局僕フルサイズセンサー用のレンズつけちゃってたんで、まあ2470 GM2 とかやっぱ無難
そうですね、1635、まあAPS-C でクロップされちゃうと考えたら1635でもいいのかなと。あ、そうか、1635ぐらいが意外とちょうどいいかなって感じですね。そうですね、はい、あと1個だけ聞きたいとしたら、まあ、FX3 使ってないとちょっと分かりにくいと思うんですけど、はい、FX30 ってそのノイズってどうなんですかみたいなところ、はい、特にこのアンブとかのノイズに関して、はいはい、そこってどうなんですかね。まあそうですね、 FX3 と比べたらって言われたら、うん、ちょっとノイズのところはあるんですけども、うん、なんか使えないなっていうのはなくて、うん、まあ、ノイズは乗ったりするけど、まあ、なんて言いますか、ソフトとかでノイズリダクションかけても綺麗になるぐらいのノイズなので。そうですね、もう今ダヴィンチリゾルブとかでバリ綺麗になるじゃないですか、はい、全然綺麗になるので、うん、まあ、そこら辺考えたら別に気にしないっちゃ気にしないかなって。なるほど、ありがとうございます。まあ、そんな感じで、まあ、FX30 について今日は、まあ、ディンさんいろいろお話しいただいたということで、ソニーを使ってる理由って何なんですか。だって変な話いろんなメーカーあるじゃないですか、はい、いやこれに関しては、まあ、一番最初買ったのが、うん、α7S、 いや違う、α7II か2、お、はい、やっぱり一番最初なんで、うん、カメラのこと何も知らないんですよ。なるほどなるほど。でもう見た目のかっこよさで選んだので、 あのオレンジのラインいいなぐらいの感じ。なるほどなるほどね、そういうね、え、大事ですからね、うん、それぐらいで選んじゃって、はい、でもうそっからもうソニーに慣れちゃってるんで、うん、もうソニー一択で使ってるっていうのはあるし、まあ、こういった感じで、うん、あのお仕事としていろんなソニーさんと一緒に映像撮ったりもするんで、うん、もうおのずとソニーしか選択しないみたいな感じになっちゃってて、ただ、まあ、他のメーカーさんのそのラインをあんまり知らないっていうのはあると思います。僕もそうなんですよね。マジで分かんないんですよ。聞いといてですか。いや、僕も他のメーカーのカメラあんま知らないんですよ。そうなんですか。てか僕結構、僕はちょっとまあ FX30 の話からあれですけど、 FX3 で完結しちゃったかなって自分が、はいはいはい、もうこれでいいやんってなって、うん、ってしまってて、だからカメラ本体に対してあれ使ってみたいなのがっていうのが今正直あんまなくて、うーん、うん、まあ、レンズとかね、もういろんなもんが、はい、別に、ね、純正じゃなくてもオールドレンズとか含めるといろいろあるけど、はい、本体はもう FX3 でいいなみたいな。そうですね、これを何で聞いてるかって言ったら、視聴者さんからしたら何か意味があるのかなとか、例えばやけど、はいはい、じゃあ仕事もらってるからソニー使ってんのとか、うん、なんか本当は他に使ってるカメラあるんじゃないのって、なんかこう結構ね、こう疑い深く見る人もいるんですけど、はいはい、まあ、やっぱり別に今それこそディン君とかも今日登壇してすごいね、皆さんに注目されてやってるけど、始めた時はね一緒なんで、はい、そうですね、そうだから、それがソニーやったっていうところの話なので、まあ結局本当にそこもシンプルな理由でソニーに落ち着いてるよっていうところがね、まあこのいろんな人にこう聞いていってるんですけど、まあそこも分かっていただけると嬉しいなっていうのが僕の中であるので、そうですね、うん、ちょっとこの質問してるって感じでした。まあこれ使えるか分かんないですけど、はい、今 SNS 上がりのクリエイターって僕らの映像を見たりとかして始めたりとかするんで、そうですね、僕らがそのまあウッシーだったりとか僕とかもソニーさんと一緒にプロモーションで作品作ったりとかして、そのソニーさんと一緒に仕事してるのがかっこいいみたいな、そういう、多分ソニーマーケティングさんがかなりマーケティング頑張ってるんで、インフルエンサーさんと一緒にやったりとかして、でそれがそういうソニーさんからもあの仕事をもらいたいみたいな、うんうんうん、そういう観点で、じゃあ僕もソニーのカメラ買わなきゃっていう感じで、あの最初みんなソニーのカメラ買ったりとかもする人は多分少なからずいると思います。いると思います、いると思います。まあ今の時代の一つの何て言うんやろう、ありやと思うんですよね、うん、ちゃんと。だって別にね、目標がソニーと仕事するためにソニーのカメラを使うって別にそれ自由なんで、個人の。そうですね、もう本当に皆さんが例えばそれこそディン君、ウシー君とかに憧れて、ソニーと俺も大きな映像作って CB プラス登壇したいんだぐらいの気持ちでやってくれる方が逆に盛り上がるかなとも思うんで、うん、そうですね、うん、やっぱりディン君とかウッシー君とか、まあ、今日アキア君とかもそうやし、はい、まあ、昨日出た市川亮君とかもやっぱりああいう人たちが、まあ、うん、先頭に立って、うん、しかもそのクリエイターズキャンプっていうのが、まあ、去年か発足して、そうですね、よりもっとこう若い世代のクリエイターたち、ディン君とかみたいなクリエイターが率先してこうソニーを引っ張っていくっていうのは一個めちゃくちゃ面白い試みやと思うんで、うん、どん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 こういうのは広がっていくといいなと個人的に思ってるので、はい、ぜひこれからもあの率先してください。
うわ、なんか釘刺されたかもしれない。引っ張ってください時代を引っ張ってもらってすいません、投稿数つけなくて、はい、時代引っ張ってもらって週4本ぐらいシネマティックブログとか上げてもらって無理やって、 やってはい、そんな感じで、まあ、今回ね、リクちょっとお忙しい中時間取っていただいたんですけど、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。貴重な話聞けたので、はい、ぜひ皆さんもなかなかね、 YouTube でこう話すってことあんまないですよね。話すのが得意じゃないですか、うん、作品のイメージやったんで、あまりこうね、こういうねオフラインの場所じゃないとリンクの、まあ、本当に思ってることっていうのが聞きにくかった、はいかもしれないんで、もしね視聴者の方で、あ、リンさんってこうやって考えてるんやっていう人が一人でもね増えてくれたら嬉しいなと思ってます。ぜひとも今後ともよろしくお願いします、はい、ということで、お願いします。本当に時代を引っ張っていってください、ソニーの俺が何様やねんって感じですよねもうこうなってくると、こうなってくると、はい、そんな感じで皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。リン君でございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。貼っときます。どうもミリオネアのウィディです。というわけで今日は3日目なんですけど、アキアムミラー、アキア君来てくれました。よろしくお願いします。アキアです。お願いします。お願いします。アキア君とはもうね随分といろいろ撮らせてもらったりしてるんですけれども、はい、まあ、アキア君も登壇はもう終わりですか。今日は終わりですね。今日は終わり、明日残ってるぐらいで一旦お疲れ様でございましたというわけで、まあ、今回これコンセプト的に CP プラスに来てくれた人には、まあ、もちろんアキア君のステージ見てもらって、まあ、いろんなワークショップとか、まあ、やってくれてたと思うんですが、残念ながらやっぱ CP プラス来れてない人もいるんですよ。まあそうですよね、うん、で本当は、まあ、アキア君のやつ見たかったけど、うん、ちょっと何してたんだろうなっていう方もいると思うので何してたんだろうなっていうか、まあ、そういう方もいると思うので、アキア君がちょっと何をしてたかっていうのをちょっとだけ皆さんに説明していただいていいですか。わかりました。僕2つあるんですけど、はい、1個が昨日のが FX30 を使って一緒に撮影をするみたいな、うん、ワークショップ、今回ワークショップなんですけど、うん、それと今日のが FX3 を使って、ラットとか僕が作ったものを見たりとか、うん、まあ、撮影の、全部見せちゃったりとか、うん、あと色編集こうやってますよみたいな、そのブレイクダウンとかやってましたね、うん、なるほど。アキアラットがそうなんですよ、ソニーから出てるんですよ噛んだな今5種類そうですね、無料ダウンロードができるんですよね、うん、ちょうど市川君もね、自分以外誰が出るのか知らなかったみたいなんで、ラットが、あ、まあ、だからまあ5人ぐらいじゃないみたいな、うんうん、5、6人で多分バッて出るんじゃない、うん、俺とアキヤ君だけじゃないまさかのアキヤ君と市川亮君だけのだけやったんですが、ラットがねソニーから公式 で、ね、しかも無料っすよね。無料です。無料いいんすか。いいんすかね。大丈夫なんですか。ちょっと不安になってきましたね。培ってきたものをね、そんな皆さん、うん、でも、まあ、やっぱり最近はね FX3 であったりとか、まあ、もちろん α7C2 とかもおそらくそうだと思うんですけど、まあ、いわゆる内部ラットというものにどんどん対応してきましたね。そうですね、うん、だいぶと、うん、そうそう。なのでまあちょっとこうね、撮影体験でやっぱり内部にラット入れるっていうのはむちゃくちゃそれだけテンション上がるじゃないですか、うんうんうん、でそれこそアキヤ君の色であったり、まあ、もちろん市川君もそうやけど、まあ、彼らの、まあ、こういったね本当のプロの方々のラット、うんで実際にどんな感じでモニターで撮影体験上がるかっていうのもぜひね、うん、皆さん楽しんでほしいと思いますね、うん、そうですね、うん、やっぱテンション上がりますからね。テンション上がりますね。だからもう変な話、まあまあまあ完全にではないと思うけど、まあ、メイクした状態で撮ってしまえばアキヤ君と同じ色が出やすいってことですよね。そうですね、近い、うん、近い、ね、近い色が出るっていうことなんで、うん、まあ、そういうねラットとかもまあ多分概要欄でもしかしたら載せてるかもしれないんで、よかったらね、うん、ぜひダウンロードしていただいて、皆さんのカメラの中に、カメラの中に入れて使ってほしいな俺的には。いや、そうですね、まあ、そっちの方が用途としては、うん、うん、まあ、どっちもいいですけど、ポスプロの時使うのも、ね、うんうん、なんか楽しそう、いいね、撮影体験。なんか僕だけね市川君にラットくださいって言ったら金払えよって言われて、俺だけ金払うのかもしれない。どうでした CP プラス盛り上がっ、かなり人いましたよ。いや、え、見ましたけど、あなたの時やっぱりそうですか、いましたよ。いや、ありがたいですね。めっちゃいましたよ。で僕もちらっとまあ見たんですけど、実際に前にね、さっき言った撮影体験っていうので何か椅子を置いて、はい、まあ、そこに30かな、そうですね、30を置いて撮れるみたいな経験、やっぱりこうオフラインでしかできない体験っていうのを ねかなりみんな、僕客席側から見てたんですけど、食い入るように見てて、あ、うん、実際にそのやっぱりアキヤ君のセッティングとかね、なかなかね普段、まあ、もちろん YouTube でも話してする時あると思うけど、実際にこんな感じでリアルタイムで分かるんだとか、はい、モデルさん用意して、あ、こんな感じで撮ってるんだとかっていうのを見れる機会はないので、まあ、かなり貴重な経験だったと思うのですが、そうですね、まあ、CP プラス、うん、去年も僕出てましたけど、うん、なんていうんですかね、やっぱ
その一番いいところは、うん、なんか予期せぬ情報の得れるところだと思ってて、ね、うん、やっぱ歩いてたら何かしらの情報が入ってくるとか、ね、まあ、人多すぎますけど、でも、うん、多分僕のブースも結構人確かいたんですけど、うん、僕のこと知らん人も結構いると思うんですよね。あ、まあ、もちろん、もちろん、うん、なんで、まあ、そういう人たちにもなんか、うん、あ、ここで歩いてたらカラーの講座やってるわみたいなところが、まあ、結構僕は参加者的な目線ではやっぱ一番いいとこかなっていうのは思いますね。なるほどね。あとは多分僕たち共通して言えると思うんですけど、はい、普段の自分たちの視聴者さんがどういった人たちなのかっていうのが分かりますよね。あ、こういった人たちが見てくれてるんやね。そう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 、はい、僕意外と若かったんですよ。あ、視聴者属性が、そうそう、ああ、そう、中学生ですって言われます。中学生いたいな。アルファ74みたいな2台ぐらい持ってたっすよね、さっき今日だ、ね、どうやって買ってんの、すごいな。セブン、そう、74となんかもう1台アルファフルサイズ2個持ってみたいな子もいたりとか、まあ本当にいろんな層の、まあ、ご年配の方から全然若い方までいると思うんですけど、どうでした、声かけられる層はどうでした。あ、まあでも結構、あ、でも驚いたのが女性の人が多いっていうか、女性の人もすごく声かけてくれて、なんかそれがすごい意外というか、本当に男の視聴者の方が多いイメージだったんで、まあ、そこが意外だったのと、あと確かに、まあ、僕よりもちょい上ぐらいの人が一番多かったんですけど、でも本当に老若男女問わずめちゃめちゃいたなっていう感じですね。まあ、結構ご夫婦で、ね、参加されてる方とかも、まあ、よく見受けられるなって感じだったんで、そこがまあ良かったんですが、まあ、CP プラスはまあそういった感じで、ね、オフラインであるんですが、まあ、ただね、やっぱり、ね、みんながみんななかなかちょっとこう東京に、はい、ね、東京、まあ、ここ横浜なんですけど、横浜に来れるかと言われたらそうじゃないからこそ、多分ソニーさん的にはやっぱクリエイターズキャンプっていう、もうちょっとオフラインを身近にしたところでね、はい、ね、つなげましたねと思っていい感じにつなげていったと思っていや、これが仕事なんで僕は今回の。なるほど、そういう構成かと思っていや全然考えてなかったけど、あ、そこにクリエイターズキャンプ見えたから、全然クリエイターズキャンプっていう、まあ、もうちょっと身近なオフライン、で次3回目が和歌山かな、和歌山やったっけ、和歌山みたいですね、とかでなんかあるみたいで、まあ、これ発表されてるのか分かんないですけど、まあ、そういうところであるみたいで、多分ソニーさんも、まあ、東京とかだけじゃなくてちょっといろんな地方に出向いて、まあ、地方のこれから、学んできてクリエイターと何か情報共有しようみたいなことをね、まあ、アキヤ君であったり、それこそウシー君であったりとか、まあ、そういったね、若い、さっきディン君とも話してたんですけど、やっぱ若いクリエイターが率先してソニーを今引っ張っていってくれてるなっていう印象が、あ、まあ、ソニーユーザー若い人多いですからね、だからそこに対して本当にそれこそ、あ、俺も例えばアキヤ君とかみたいにソニーと一緒に仕事がしてみたい、 CP プラスに立ちたいっていう目標でカメラ始めるのも俺全然 OK やと思ってて、いや、いいっすよね、その、そのパッションとかね、そういうのもすごいいいなと思ってるので、なんかそういうね、よかったクリエイターズキャンプとかにも参加してもらって、実際になんか作品とか一緒に撮るんですか、作るんですよね。そうですね、チームになって作品を一緒に作っていくと、で企画撮影編集の全部やるんですけど、まあ、その一応順位っていうのも決まるわけですよ、クリエイターズキャンプ、でも正直そのフローに意味があるというか、プロセスを一番美味しいというか、でここ例えばじゃあ撮影するってなった時に、その一人一チームに対して講師がいるわけですよ、でその講師に付きっきりで教えてもらえるから、実際撮影に向かった時にこれどうやるんだっけみたいなことをサクッと聞けるっていう、多分そこが一番なんか価値があるというか、その時に出てくる Q&A みたいな、その時の分からんことをそこで解決できるっていうのが、ある意味だから CP プラスよりよりよりですね、習熟度というか理解度が高まる、まあ、ものになると思うので、本当にあのソニーの、まあ、こういうソニーぐらいじゃない、こういうちょっと斬新じゃないけど、いやー、やってんのないっすね、他はね、なかなかないと思うので、まあ、これからね、本当になんかね、まあ、結構難しいリアルな話使えるか使えないかは別としても、それこそやっぱこうね、難しいじゃないですか、いわゆるインフルエンサーとか、クリエイターとか写真家とかビデオグラファーとかの住み分けでね、結構いろいろこうなんかわちゃわちゃってなってる時もあるけど、まあ、これを見てくれてる方は本当になんかそこ気にせず何でもいいと思う、有名になりたいとかでも、もう全然いいと思うし、なんかもはや最初そのツールが僕カメラっていいぐらいでもいいと思ってて、いや、まあ、なんかそうですよ、だって
僕とか多分ボイ、うん、ボイも話しました、うん、とかって多分カメラ握ってる自分かっけみたいなところも多分根幹にあったんですよ、うん、初めた時が、まあね、なんかもう、うん、もはや撮っていくとか世に作品を出していくっていうのも確かに、うん、もちろん成し遂げたい何かではあるけれども、うん、なんかカメラいじったりなんか男が超ロマンのある機材を扱えてるみたい な、うん、なんかそういったところにもかっこよさが感じれる、うんっていうのが特に若い子たちって多分そうやと思うんですね。そこ入りとかでもいいからなんかこう、うん、やったんでみたいな感じで、うん、こうバンバンこう、ね、そういうちょっと僕よりもさらに若いぐらいの人たちがバンバン出てきてほしいなっていうのはあるんですけどね、うんうん、そろそろ自分たち秋谷くんとか凛くんとかのいわゆる作品を見てカメラを始めるっていう人が増えてくるのでここから、はいはいはい、僕そのタームにいたじゃないですか。もう多分おそらくそういう、うんね、期間になってきたというかこっからより若い人たちが、うん、もうどんどんそういった YouTube で作品を見てうわかっこいいな、うん、ウッシーさんの作品かっこいい秋谷さんの作品かっこいいとかでいろいろみんなが発信しだす時代になってくると思うので僕もリン君にも言ってリン君がプレッシャースって言ってたんですけど本当に率先していただきたいというソニーをねぜひともあの率先して、まあ、やっていってくれるであろうクリエイターですのでよかったら秋谷君の動画もチェックしていただいてですね、まあ、クリエイターズキャンプとかでわからないことがあったらすごいオフラインで弾ける現場もあるので CP プラス無理やったから秋谷さんに会えないっていう方も全然意外とチャンスはソニーさん用意してくれてるので、うんうん、そのチャンスを活用してねぜひともそういったところにも参加していただいて映像をもっともっと深めていっていただけたらなと思います。そうですね、はい、ちょっと僕次回だけいないんですけど。あ、そうなんですねまあまあそれ以降でもしかしたら出てくるかもしれないし出てこないかもしれない出てこないかもしれないし でもね秋谷くん自体はそのワンブルームっていう ね、 あ、そうですね、自分のコミュニティやってるんでコミュニティもあるので、うん、まあ、何かしら接点は持とうと思えば持てると思うので、うん、ぜひとも積極的に参加していただいて、うん、それこそ長いですかごめんなさい。いいよ全然全然。ウェディさんだってやっぱ、うん、この今こうやって CP プラスでバチバチ誰よりも一番忙しいじゃないですか。それもやっぱこう YouTube をきっかけに、うん、まあまあそうアイス食べてたけどねずっとでもやっぱこうフルで入ってあまあまあそうやね、うん、で CP プラスのこう現状を伝えてるとかって、うん、結構やっぱ僕はかっこいいなんか一つのこう YouTuber というかインフルエンサーみたいな形だと思ってるんですよ。だからなんていうんですかねなんか型にはまった選択肢だけじゃないっていうのがこの業界のいいところだと思っていて、うん、確かに僕も作品は確かに作るんだけれども、うん、でもカメラも好きだし、うん、チュートリアルの伝え方が多分人より優れてるし、うん、得意だから、うん、作品も作るがいろいろ情報もこう親近感を沸かしつつ伝えれる、うん、そういう軸、うん、でも逆にディン君とかは解説とかよりもとりあえず作品で語るというか、うん、そういう人なわけ で、うん、でそういうなんかいろんな形がなんか自分なりに作っていけるのがこの業界だと思うし、うん、なんかそういういろんな多様性というか、うん、そういういろんな形があるからメーカーさんともいろんなその人にしかできない仕事があるわけじゃないですか、うんうん、今のウェディさん、うん、だからなんか今自分がこう YouTube 上とかで見ている人たちが、うん、なんかそれのなんかその方になるためにはどうすればいいのかではなくてこの人とこの人にいいなみたいなじゃあ自分だったらこういけるかなみたいなところのなんか考え方を持ってこう活動していくと、うん、なんか意外となんかそれがメーカーさんにとって必要な存在になるかもしれないし、うん、僕たちこうインフルエンサーみたい、うんうんうん、インフルエンサーと呼ばれる存在からも架け橋になるようなそれこそウェディさんのような存在として求められるかもしれないんで、うんうん、なんかあんま分からんけどいろんなやり方があるんじゃないかなと思いますね僕は、はいはい、じゃあ最後にソニーをなぜアキヤ君は使ってるんでしょうか。なぜ言うてもんだけどなぜアキヤ君はソニーを使ってますか。まあ、最近 FX3 買ったんですけど買ってましたね、まあ、もちろんあの3年ぐらいバーって使ってきて今ようやく買ったっていうのがやっぱその一番便利なんですよね、うん、これにつけるかと思っていて、まあ、正直癖がないっていうか、うん、なんか誰でも使えるというか、うん、なんかそんなこう取り手を選ばないというかね、うん、なんかそういったところで、まあ、チームで活動したりとか団体でこう映像を作っていくっていう時にも例えばみんながメニューを知っていたりとか、うん、設定方法を知ったりとか、うん、そういう細かなところからなんか失敗しにくいカメラ、うん、正直 FX3 と G マスターレンズ渡されたら、まあ、それなりの出来上がるじゃないですか。そうですね、なんかその保証があるみたいな、うん、なんかそういったところでなんか、まあ、一旦とりあえず仕事を超効率化させてそれなりにいいクオリティを出そうってなるとやっぱたどり着くのかなみたいな、うん、だからあんまりプライベートでもうなんかすごく愛おしいだから持つってよりも、うん、一旦これあれば安心みたいな感じでチョイスしてるっていう
感じはあるかもしれないですね。はい、まあ、そんな感じでソニーは使いやすい、まあ、確かにね実際結構蓋開けてみたらこれも FX3 だし、いやそうですよ、うん、ね、実際問題ね、ソニーが例えばサンプルで用意してるカメラって FX30 が多かったりとか FX シリーズが多かったりとかも実際するので、うんうん、まあ、誰でも使える、使いやすい、使いやすい、ソニーラッキーっていう現場結構実際多いと思うんですよマジな話するとだからそういうのもあるので、まあ、ソニーから入るっていうのは一番ある種楽かもしれないですね、まあ、安牌というか安牌いい意味の安牌ユーザーが多いからね、うん、本当にね。であとほんまにそれこそソニーって、それこそほんまに今言ってくれたようにユーザーが多いから情報が多いんで、そうですね、単純に調べたらいろんなね人の情報が出てくるので、うん、まあ、そういう意味でもやっぱりそこからどん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 派生していって FX3 にたどり着くみたいなパターンがね、うん、あると思うので、ぜひね秋葉くん内の、まあ、皆さんに聞いてるんですが、秋葉くん内のソニーを使ってる理由っていうところは、まあ、そういうところでした。というわけで結構ね長くね、ごめんなさい登壇後にお忙しいのに来ていただいて本当にありがとうございます。まだね明日も、明日もあるので頑張ってください。ありがとうございます、はい、まだ僕も見に行きますので、ぜひぜひここからも楽しんでいきましょう。来てくれますか。俺結構マジで見に行ってるね。ほんまですか。みんなやつ結構見てる。そうなんや。そうそうそう、はい、というわけで、まあ、今回はねここまでにしておきますが、またねぜひあきやくんの YouTube の方もぜひチェックしてください。あきや見に回すんですか。いやもうちょっと諦めました。はい、もうちょっと、はい、諦めるの早いですね。はい、というわけで皆さんありがとうございました。あ、3月毎日投稿するので全部見てます。え、マジで、はい、あ、そうなの。気合入れていきます。かっこいい。そのために無駄を省いてます。なるほど、無駄って言うなよ。ミニマスのミニの Vlog とかを編集するよりも、うん、もうムービーでいった方がいい。あ、確かに能力的なね。アキアムービー3月から毎日投稿らしいので、はい、ぜひとも、はい、というわけでアキアムービーのアキア君でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもミリオネアのウィディです。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。初めましての、初めましてのウッシーくんですよ。今回編成これどんな感じか、ちょっとまず教えていただいていいですか。そうですね、自分がまあ、クリエイターズキャンプっていうもので出会った子たちなんですけども、はい、その時の講師が僕 で、はい、でそのクリエイターズキャンプに参加してくださったのがこの、まあ他にもいっぱいいらっしゃるんですけども、僕のチームとしてやってくれたのがこの3名っていう感じで、はい、今回そのクリエイターズキャンプをソニーさんの、セミナーで一緒に紹介しようっていうので、なるほど、来てもらいました。なるほど、はい、どうやらなんかちょっと小耳に挟んでる感じやと、ウッシーくんチームが毎度ちょっと今のところ連覇してるという、はい、ことをなんか聞いてるんですが、はい、ちょっと皆さんどうですか、もし差し支えなければ何か、なんでちょっと優勝できたの原因とか、ちょっとなんで優勝できたんやろみたいな、ちょっと教えてもらっていいですか。いやでも俺は本当に、はい、俺はそんなとこにコンプラないんで大丈夫ですよ、気にしないでください。いや本当にウッシー君からめちゃめちゃ愛を受けたので、本当にその要素がでかいですね。なんか 曲の話しちゃってます。愛をいっぱい受けてみたいな。違いますけど、これひたすらなんかもう 何に対しても全部フィードバックをくれるんで。あ、なるほど。常に常にそれを恩恵を受けましたね。はい、どうでしょう。やっぱなんて言うんだろう、親身にもう本当に教えてくれるっていうのがウッシーさんあるんで、はい、それこそ本当にカメラの使い方から企画の立て方、編集、グレーディング全部教えてくれたんで、それがもうウッシーさんパワーとしか言いようがないかな。そう、はい、そうですね、なんか1聞いたら100返ってくるみたいな感じで、なんならカラーグレもちょっと手伝ってもらったりっていうのも結構でかかったかなって思います。まあウッシー君的にはこのクリエイターズキャンプか、クリエイターズキャンプで、まあ、他にも多分もちろんウッシーさんチームは言い張ったんですかね、何人か。あ、そうですね、もう一人いましたね。もう一人いたって感じで、はい、何を意識しましたか、その自分が与えられるもので、特にどういうところをみんなにフィードバックしていくのを意識したとかありますか。そうですね、それで言うともう自分の中で確実にあって、なんか最初のクリエイターズキャンプの時、まあ、他のチームもいらっしゃるんですけども、やっぱりこうみんながカメラを持ってみんなが撮ってみたいな感じなんですよ、うん、だからその結局同じチームとはいえこうバラバラにやってるイメージがすごくあって、なので僕はもう最初からちょっと申し訳ないんですけど、もうディレクター、カメラマン、モデルっていう風にこう分業して、こうそれぞれにその役割を与えて、でその責任感をすごい持ってもらってっていうやり方をしたので、そこがすごい、だから言っちゃえば制作会社ごっこじゃないですけど、まあそういった体制を立てたのですごくこううまくいったのかなって思ってて、まあちょっとみんなのその
カメラを持ってる時間とかがバラバラになっちゃうんで、それはすごいちょっと申し訳ないなと思ったんですけども、まあ、その分そのチームでやる良さっていうのはまあ伝えられたかなっていうふうに思いますし、その第2回の時はみんながそうやってました。うーん、なるほどな。第1回目の時って僕らだけだったよね、このちゃんと分業してた。第2回目の時はみんなこうモデル決めてディレクターいてみたいな感じだったんで、やっぱり最終的には そこのやり方にたどり着くんだなって思ったので、そこを僕はずっと意識してましたね。っていう話を今日は CP プラスで大枠いろいろ話してくれたんですね。そうですね、話しました。なるほど。 CP プラスで多分今までなかったっすね。僕もごめんなさい、初めてなんでちょっと分かんないですが、クリエイターズキャンプでこうやって参加者の方が実際に、まあ、プロのクリエイターと一緒に、まあ、壇上に上がるなりステージに上がって喋るっていう企画自体が、まあ、多分そんななかったっすよね、今まで。きっとね、そうですね、始まったばっかりで。緊張しました皆さん、今日かなりたくさんの方に見てもらったと思いますが。思ったより行けました。おーい、思ったより行けました。俺は行きました。思ったより行けました。俺やめてください。なるほど。じゃあ今回クリエイターズキャンプを通して、次皆さんそれぞれ、まあ、多分、まあ、2回なり、まあ、次3回目あると思うんですけど、まあ、2回やってみて、こっから、まあ、学んだことをどう生かしていきたいかみたいなのとかってあるかっていうのをちょっと一人ずつお伺いしていいですか。生かしたいというか、もう生かせてますね。でもやっぱ実際の制作に関しても、やっぱ卒業制作を最近やってたんですけど、はい、それでもやっぱりソニーの使った機材で、そこで初めて、うん、クリエイターズキャンプで初めてマットボックスを使ったんですけど、はい、そういうのいったものを導入してみたりとか、うん、そういう新しい部分をだんだん取り入れていきました、うん、クリエイターズキャンプから。なるほど、ありがとうございます。自分と酒井は前一緒にこのクリエイターズキャンプ終わった後にまた一個作品作ったんですよ、はい、それがなんて言うんだろう、この牛さんに教わったワークフローを活かして作ったんで、なんかその時は本当にサクサクいったじゃないですけど、本当にテンポよくいったんで、もう実際に活かしてるなと思います。そうですね、本当さっき出たんですけど、はい、ちゃんと分業をしながらやって、その時の作品はで、ちゃんとコンペに出したんですけど、それをソニーさんが協賛してるコンペだったんですけど、賞をいただいたりとか、まあ、結果として出ることが出すことができたりとかあったので、結構つながってるかなと思います。おー、すごいですね。めちゃくちゃいい機会ですね、クリエイターズキャンプ。多分あんまりこれ昨日それこそアキヤ君とも話してたんですけど、あんまりこういう機会を、まあ、なんやろ、他のねメーカーさんなり企業さんがやってることっていうのは、まあ、そんなにないと思うので、結構ソニー独自やなっていうふうには個人的に思ってて、でこれからまた多分次は3月8日っすよね、和歌山で第3回のクリエイターズキャンプが行われると思うんですけど、皆さん参加されるんですか。ちなみにでも変わった形で、自分がスタッフとして、おお、なるほどなるほど、参加することになったので、よろしくお願いします。すごいすごいすごい、なるほど。スタッフさんでどう、ヘルプです。クリエイターさんたちのヘルプなのかな、何かでスタッフとして参加することになったので、よろしくお願いします。あ、でもめっちゃいいじゃないですか、そういうね、どん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 で、次最後もソニーの社員になるんですよね。いや、だから次回あれなんですよ、講師陣は呼ばれる側なので、僕より立場上なんで、おい牛やれよって言う、多分なるほど、ね、もう こぎ使いまくって牛ちゃんとしてるよ。なるほど。じゃあ、クリエイターズキャンプ実際に僕はまあちょっと行ったことがないんですが、まあ、ウッシー君であったりとか、もちろん今ちょっといるんですけど、ディン君であったりとか、まあね、皆さんいろいろ若いクリエイターみんなと話してるんですけど、やっぱり今ソニーの中でも若いクリエイターがこうソニーを引っ張っていってるみたいなイメージが結構あって、個人的にそれこそね、さっきのウッシー君、アキヤ君であったりとか、まあ、そういった若いクリエイターでプロの方がどん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 若い方に向けてソニーをこう広げていってくれてるっていうのはあるんですけど、そこに対してどうですか、もっとこう若い人にカメラ知ってほしいよとか、ソニーのカメラ使ってほしいよとか。そうですね、その部分で言うと、僕はソニーを僕らが広げてるっていうよりも、ソニーが僕たちを引っ張ってるんじゃないかなってちょっと、おー、なるほどなるほど、思ってます。逆にこういった機械を作ったりとか、それこそカメラ使ってるのもそのソニーさんですし、なんかもちろん僕らもその機材を使用して活動はしてるんですけども、でもそれができてるのもソニーさんあってこそなので、はい、ソニーさん素晴らしい、顔バキバキやった。まあ、ウッシー君的になぜソニーのカメラなんですか。だからいろんなメーカーあるじゃないですか、まあ
クリエイターズキャンプとか除いても、まあ、ソニーじゃなくてもいろんな今カメラね、今日も CP プラスでいろんなメーカー出てますけど、なぜソニーなんですか？まあ、それで言うと自分がソニーを買った理由がその好きなクリエイターが使ってたからっていうすごい安易なところから で、うん、でそこからソニーをずっと使ってて、まあ、なんていうんですかね、不自由がない、うん、どちらかというとめっちゃこれ好きっていうよりは実にそのこれを使ってて不自由がないから別にソニーでいいなって思ってるっていう、うんうん、いいところがあるからソニーを使い続けると思うんですけど、そのソニーのカメラを使う中でやっぱりここがちょっとソニー使うのに特に例えばやけどオートフォーカスなのか、それからレンズが多いなのか、なんかおすすめのポイントありますか？なんだろうな。でもそれで言うと他のクリエイターも使っている方が結構多いので、その一緒にチームでやるってなった時にやっぱそのログのその色味の感じとかもすごく似てるし、うん、まあ、さっきウィリーさん言ってくれたんですけどオートフォーカスだったりとか、うん、そういったのもすごい自分は使ったりもするので、うん、その部分が大好きですね。ケツだけめっちゃ顔バキバキ実際 CP プラス2024多分来たかったけど来れなかったっていう方もね、遠方なのでなかなか横浜まで足伸ばせなかったっていう方もいると思うので、でも実際ね CP プラスじゃなくても、まあ、ウッシー君であったり他のクリエイターであったりとかもこういったクリエイターズキャンプを通して割と会える機会があると思いますので、なんかもしよかったら次和歌山ですよね、3月に和歌山であると思うんですけれども、その和歌山クリエイターズキャンプまだ参加者募集してんのかな？してます。なんかそうちょっと参加しようかなどうかなって今ちょっと悩んでる方に向けて何かメッセージがあればぜひ。待ってますシンプルやな、めちゃくちゃシンプル。はい、でもまあそんな感じで実際にね行ってみると学べることが多かったっていうね体験でね CP プラスまで登っちゃったんで皆さんももうすごいことなんでこれは、またクリエイターズキャンプの方も楽しんでいただきながらで来年ウッシー君また別のメンバーとともに CP プラス登っていただいてですね毎年毎年クリエイターズキャンプのね若い子を引っ張ってきてくれるっていうね環境が生まれればいいなと思っております。というわけで今回お忙しい時間の中皆さんありがとうございました。はい、ウッシー君とクリエイターズキャンプウッシー君のチームの皆様でございました。今回はありがとうございました。拍手入んねよめっちゃ人いるからねこれストロング缶が欲しい奥沢さんストロング缶が欲しいらしいのでちょっとストロング缶ってこのストロング缶あるの？どうもミリオネアのウィディです。というわけでついに僕の動画に来ていただきました、もうオックスアートさんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやめっちゃ緊張するのでまずちょっと乾杯しましょう。あいいですか、ちょっと僕もういろいろと今日、ね、今やりきって今ここに来てるんで、やりきってすいません。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。結構なギャラリーがいる中で俺レッドブル飲んでる。いや僕も初めてですオックスアートさんだけですよ一緒に飲みながらっていうの。というわけで CP プラスもう長きにわたってお疲れ様でございました。お疲れ様でした。最終日やりきりました。やりきりましたやりきりましたのテンションがもうしっかり出てくるあれなんですけども、頑張ったもん。疲れました。疲れたね。あ本当ですか。いやでもいろんなやっぱ会場に来てくれた人、うん、なんかすごい声かけてもらえるじゃん。はい、そうですね。だから1年に1回すげえ疲れるんだけど、はい、やっぱいろんな人が見てくれてるんだなっていう実感をすごいするので、うん、はい、まあなんかもう1年頑張れるかなみたいな、お、感じですね。今年はねオックスアウトって書いてあるね、ああギャラリーが、ね、うちはちょっと会場間違えてた。ジャニーズみたいになってましたもんね今年ね来るっつって決め顔ってこうステージの上で俺笑かしに来てるからね。なるほどね、まあ、そんな感じで盛り上がったオックスアウトさんでもねいろいろものすごいギャラリーがいたわけですけれども、はい、まあ、残念ながら今回 CP プラスに来れなかったよっていう方もやっぱりいると思いますので、ちょっとねもうたくさん話した後で恐縮なんですけども、はいはい、ちょっと今年はソニーの方でどんなことをお話ししたかっていうのだけサクッと軽くでいいんで触りだけ。何の話したっけな。でもそうね、はい、今回は、まあ、小型軽量なシステムというお題だったので、まあはい、過去に僕が撮ってた作品2本と、まあ、新撮でこの間出た 2450F2.8G レンズ、はい、あれで、直近撮ってきた先月か、先月じゃないよ、はい、今月だよ、
今月撮ってきた。それはもうソニーさんに言ってもらっていいですか。まあ撮ってきた、まあ、作品を、はい、まあ、ご覧いただいて、はい、でまあその僕のなりの使用感というか、はい、っていうのをちょっとお話しさせてもらった感じですね。あの詳しく知りたい方はぜひ僕の YouTube チャンネルで、はい、右上に出しときます。レビュー出てるんで見てもらって、はい、見ていただければなと思います。ニオン50でもすごいねいい感じと。あれはねめっちゃいい。めっちゃいいですか。めっちゃいい。めっちゃ。うん。ちょっとね個人的に筒やや伸びるなっていう印象だったんですけど、あんまり気にならないですか。まあね、まあでもちょっと伸びるけど、でもあんなもんじゃない。2450だから、うん、まあまああのぐらいかなっていう気はしたかな。全然。ただねびっくりしたのが、はい、まあ、伸びるっちゃ伸びるんだけど、あのね、はい、バランスがびっくりするぐらい変わんないの。あー、なるほど。そう、あの俺もなんかこう家あのレビュー動画でもやってたんだけど、こう、はい、伸ばした状態と一番短くした状態でもその重心がね、はい、こんなに変わらないの。お、それがあのやっぱり使いやすいさに直結するじゃん。あんまりこう伸びてフロントヘビーでって、うん、で俺ら動画撮ってるとジンバルに乗っけてそんな前がこんなになってる ね、 そうですね。あれやん、だから 400g 台ぐらいですよね。 400g 台でめっちゃ軽いから60、うんうん、で今回も CP プラスはね2450つけて回りますって X にも投稿してありましたね、はい、なので、まあ、どうでした2450で会場回ってみて、やっぱり写りも良かったですか。映り、まあそうね、まだちょっと何もチェックしてない、ね、今終わったんだから俺。そうですね、せかしてしまってるんですけど。せかしすぎよ、まだ何もチェックしてないんだから私。そうですね、でも多分よく撮れてると思います。あ、はい、なるほど、もちろん。ありがとうございます、はい、で、まあ一個聞きたいのが、もうね、はい、さっきも散々言ったよっていうことで、まあ、おっしゃってくれたんですけども、はい、奥沢さんが、はいはい、まあ、ソニーを使い続ける理由というか、そこをやっぱお聞きしたいなと、まあ、これ皆さんに聞いてるんで、よかったらボケた方がいいの。え、ここも使いますけど大丈夫ですか。いや、まあ、もちろん小型で小型軽量で、こっちはボケじゃない方ね。あ、なるほど、はい、じゃあ、あそこにあのソニーの今あの担当者の目がキラッて光ったから、そうですね、ボケない方がいいかなと思って、うん、あのそうですね、ほんまにギャラリーがめっちゃおるっていうそうなの、なんかそこに緊張してるんですよ僕は。どちらかというとみんなめっちゃ見てるから、いろんなところから。さすがでございますけども、はい、あでもまあそうだね、一番最初にまあ使い始めたのは、まあ単純に、まあ、俺カメラ関係なくソニーファンだったっていうところがあって、うん、まあ、まあ昔からほら電化製品とか、俺の時代とか MD とかさ、ああいうの全部ソニーの小型軽量だから、小型ってイメージがすごいあったのよ。あ、なるほど。ソニーのものは。でカメラを始める時も俺最初そんなになんかガチでやろうと全然思ってなかったから、はい、あのちょっとこの旅行に行く時とかにすごく軽くてでもしっかり撮れるやつって、あのヨドバシさんだったかなの店員さんにも、なんかいいのないですかって言ったら、これやって言われて、よくわからんけど使い始めたらめっちゃいいやんと思って、でそこから突き詰めていこうと思った時にも、例えば俺なんかこうスローモーションとかね結構使って、 120fps のスローモーションが撮れるとか、あ意外と、だから俺そのまますんなり入ってっちゃったけど、意外と他のメーカーさんできなかったりとかねして、だからそれがそのまんま意外と僕の表現につながっていって、で、あなんか草戸さんといえば結構スローモーション対応して綺麗な映像みたいな、で結果的になってったのは本当ありがたかったかなと思います。てかまあ何やったらシネマティックっていう言葉って奥沢さん発祥ですよね。そんなことはない、言葉としてはもともとあるから。あ本当ですか、僕、うん、奥沢さんが初めて言ったんかなぐらいの、まあねうんまあ、確かになんかそのなんかこうテーマを作ろうと思って最初やった時に、うんまあ、かぶってるとちょっとかっこ悪いなと思って、うん、あんまかぶってない言葉でシネマティックトラベルビデオとかそういうのあったのよ。あなるほど、最初、はい、で俺もあの本当にやろうと思ったきっかけが、だから海外旅行の行き先を探してて、あのそれでなんかたまたまシネマティックトラベルビデオみたいなジャンルにまあたどり着いて、まあ、とはいえあの毎日毎日その毎日というかその毎回海外旅行行けないから、そうですね、で同時期に Vlog っていうのもぐーっと出てきたから、で俺は日常をシネマティックに作ろうと思って、あんまそれまだ撮られてないし、それで始めようと思った。だから国内の YouTube をやってる人で、いわゆるシネマティック Vlog と言われるものが100万回を超えてるって奥沢さん以外見たことなくて、僕あんまり僕が知ってる範囲では。なんでこれからシネマティック Vlog を撮りたいっていう方に向けて大事にしてほしいこと何かあれば、ごめんなさい急遽質問増やしちゃったんですけど、まあ、ちょっとさっきのステージでも最後言ったんだけど、はい、今100万回再生すげえ嬉しいしありがたいなと思うんだけど、
これからやる人にはね、俺数字追ってほしくないなと思ってて。ああ、一番もう聞きたいですね、そこ。なんかまあ今こう数字を追っかけて、まあ、あんまり再生されないとかってなってくると、まあつまんなくなっちゃうじゃん。そうですね。でも動画ってそういうもんじゃないなと思ってて、やっぱり僕の場合その思い出を残すとか、なんか疲れた時にもう一回見直して頑張ろうと思うとか、なんか本当ね、俺疲れた時にこの間 CP プラス前ずっと前過去動画見返して、ああ頑張ろうと思って。CP プラス疲れてるがもう完全に一致しちゃってるんですよ。まあまあ、まあ、うん、でもなんか動画の本質はやっぱりその数字を取る、まあ、もちろんビジネスなのかどうなのかにもよるんだけど、うん、やっぱり本質はその楽しんであの思い出とかそういったものを残すことが俺は一番大事にしてることで、まあ、もちろん数字がついてきてくれてありがたいとはあるんだけど、まあ、そこだけにフォーカスしない方が僕はなんかあの、ね、は数字取ろうと思ったらさ流行りを乗るとか、 そうですね、それはその人の本当にやりたいことなのかクリエイティブなのかっていうこともあるから、僕はだからもう楽しんで、とにかく数字はあの頑張ればついてくるかもしれないし来ないかもしれないし、楽しんでやろうよっていう感じかな。うん、来なかったら来なかったで、ね、でも。俺今いいこと言った？え、めちゃくちゃいいこと。マジ？はい、ありがとうございます。せっかくいいこと言ってもらったのでね、まあちょっとねお忙しい時間やったんで、まあ、はい、今回ねこの辺にしておきますが、ぜひ、ね、はい、奥沢さんの、まあ、ページで、YouTube チャンネルでもいろんなことをね発信し、僕ね編集すごいことになるんですよ。皆さんがこうやってくれるので、ぜひじゃあここに。もう皆さんのトップ画をねもう Google で検索して撮ってきてみたいなことをねするんですが、まあ奥沢さんのページもねご覧いただいて、それこそ今ホットな2450のね先行レビューなども出てますので、で作品も合わせてね2本出てますので、ぜひそちらご覧いただけたらいいかなと思います。またぜひこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲストは奥沢さんでございました。ありがとうございました。これね拍手がね今日あるんですよ。違うの。ありがとうございます。ありがとうございます。今なんとですねソニーの今回、まあ、ブースでね CP プラス2024ものすごい言ったら大きい音で届けてたわけなんですけども、それをねどんなシステムになってるかっていうのをちょっと実際見てみようと思います。思ってるよりすごいからマジでこんな感じでございます。やばいっすよね多分。まあ、ここでね、いろいろ画面共有したりしながら、ちょっとね、あまりにも機材多すぎて何が何かよう分かってないですけど、まあ、とにかく実は皆さんが登壇されてる裏ではこれぐらいのシステムで実は皆さんの映像であったりとか、まあ、音であったりとかを今回ソニーブースからお届けしてた感じなんで、あのね、1億ぐらいかかってんじゃないのぐらいの感じでめっちゃすごいことして、こんだけのスタッフさんがね、たくさんいる中で実際配信行われてたので、ここにミキサーがあったりだとか、今回このシステムってどんな感じで実際組まれてるのかちょっとわからなすぎて、よかったら教えていただいていいですか。僕は音響のセクションなので、はい、音響だとここに音響のミキサーがあって、はい、再生する機材があって、そちらに映像関係の機材がまとまってるので、これ全部映像ですか。それぞれ分担してやってます、ね、なるほど、はい、総勢何名ぐらい。何名ですか、もうすごい、すごい人数ですね。こっからやっても40人、一クラス分いますこの BGM に相まって一クラス分います、はい、で、ちょっとまあこあんまり入り込めないと思うんですけど、こっち側でもね、まあいろいろ配信がもう今もね、スタッフさんがいろいろ確認してますが、まあ、例えば、まあ、セッティングの多分設営中の本番始まるまでの間であったりとか、まあ、そういった部分もおそらくね、いろいろチームで分けながら配信してると思ってますので、やっぱこのシステムでやっぱり皆さん CP プラスどれぐらいソニーが気合入ってたかっていうのをこれ見てもらったら分かると思います。だから皆さんが登壇のすごい人たちのお話とかね、そういうのをいかに聞きやすく、ね、今回聞きやすく実際に皆さんが楽しめたのはこういったね、実は見えてない側のソニーさんのね、この盛り上がりであったりとか、この気合の入れ方ですよ、ソニーさん CP プラスに対する気合の入れ方がね、全て凝縮された場所になってますので、ぜひね、この辺のスタッフさんの凄さもね、まあ、知ってもらえると僕は嬉しいなと思ったので、今回ちょっとね急遽レポートさせていただきました。というわけで今回はソニーブースの
童顔側の裏側ですね、裏側からねお送りいたしました。あそこにもなんか照明みたいな、なんか分からんけどめっちゃいろいろあるっていうので、そこからお送りいたしました。ありがとうございました。